こんにちは、アトリエ富士桜松本陽子です。今日は前回ですね、ナンバー3の動画で魔法の一本針の編み方でチェーンペトゥールをご紹介しましたけども、この編み方ですよね。このチェーンペトゥールを用いた編み方で、こういう感じの編み図をご紹介したんですけども、編み方は合っていまして、こういう感じに仕上がるんですけど、編み図の方がですね、一部間違っておりましたので、ここで訂正させていただきます。と、前回の動画では偶数段2段目と4段目が戻りの段になるので、編み方は合ってたんですけども、この編み図は表から見てる形になるので、ここが縦棒になってたんですけども、表編みということになってたんですけども、偶数段は裏編みという考え方なので横棒になりますので、この2段目と4段目のこの棒の部分ですね、これを編み図を訂正させていただきます。大変失礼いたしました。編み方は合ってましたので、こういう感じに仕上がりますということです。以上、訂正の動画でした。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。